作るか、またこの最初ということで何か変化をつけてくるのかどうか松本。そのあたりは作詞反町監督です。岩上と高橋亮がボールのところ、壁の間に松本選手も入っています。おっと低いボールでやってきた、ここは意表をついたキックになりました。岩上見事なボール、狙っていったんですが意表をつく低いボールで壁の右から前でいきました。そしてゆりかごダンスです。岩田と松本の開幕節、先制したのは松本山雅 FC。 見事なフリーキック直接ゲットです。岩上、まあ、低いところ狙ってきましたよね、はい、岩田の選手たちが少しジャンプもしてますし、まあ、中村俊輔の外からゴロで巻きましたね、まあ、うまく流し込みましたねコースにね、まあ、壁の上から落ちてくるというイメージがもしかしたらあったと思いますし、あと高橋亮もいたんでね、やっぱジャンプしたところですよね。